ボートレース都のボートボーイカップ、今日はシーズン4日目予選の最終日、終盤戦に入ります。11、12、得点増しポイントアップのレース、11レースは特別選抜戦です。市宇田さん、456コースは枠内でしょうか。水面コンディションは風は今ほとんどありません。箱およそ3センチです。インコースに1号艇愛知磯部誠が入ります。2コース2号艇香川の片岡正弘です。3コース3号艇福井土山拓也、4コース4号艇滋賀佐竹恒彦、5コース5号艇大阪佐藤大輝、6コース6号艇佐賀吉田満です。5番の佐藤が予選落ちとなりそう。そして後の5人は無事故完走で当確となりそうです。進入スタイルは3対3です。ここはやはりインの1番の磯部が人気を集めています。人気対抗2番片岡、3番土山、4角4番佐竹の組み合わせ。外3艇から進入開始、進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第11です特別選抜戦スタートしました。インから1番の磯部ダッシュ3艇もまずはいいスタート。1周の1マーク、インから1番磯部が押し切るか、3コースが3番土山まくっていく、まくった3番土山がどうやら先頭です。いや膨らみながらも先頭は3番の土山拓也、2番争いが2番4番、2番の片岡、4番佐竹、そのすぐ後ろ1番の磯部もついています。後続6番吉田、5番の佐藤。スタートは正常でした。第1ターンは繰り返し3番土山拓也から2番手争いからは今単独2番手4番の佐竹です。3番手2番の片岡、1番の磯部が4番手ですが、2番1番ここで3番手並走状態か。内から1番の磯部、外2番の片岡と並びまして3番手争いです。2周1マーク、3番4番取り返し、内の1番の磯部は3番取り返しましたが、外全速握って2番片岡、ここで単独の3番手。上位3艇は3番4番2番そのすぐ後ろ1番6番4番手競り合いでついています。まもなく2周第1ターンマーク、3番土山から、そして4番の佐竹、2番の片岡、3、4、2、上位3艇直線コースからまもなく最終周回にあります。3番の土山スリットから一気に伸びて内に手をまくっていきました。そして2番手は序盤4番佐竹、2番の片岡、競り合いから4番佐竹が2番手、3番手2番の片岡です。これで3、4番手の定間も完全に開きましたので、上位3艇は3番、4番、2番でこのまま残りあと半周ゴールを迎えそうです。最終第1ターンマーク折り返しです。3、4、2変わらず最後の直線コース、まもなくゴールを迎えます。まず先頭3番の土山拓也がゴールイン、2番手4番佐竹、3番手2番片岡、残る3艇1番磯部、6番吉田、最後5番の佐藤がゴールいたしました。以上第11レース特別選抜戦でした。